し、ほんじゃね、ぼちぼち始めるか。はい、皆さんこんにちは。そしてお久しぶりでございます。そしてそして、大変お待たせをいたしました。 JR 武田線阪電駅高架工事状況、お久しぶりですね。本当にもう1年以上空いちゃったかな。だいぶね、工事が進んだと思いますね。見てみましょう。今回もね、北から順に攻めますんで、よろしくお願いいたします。はい、関の内踏切ですね。じゃあこっから見ていきたいと思います。久しぶりだな。じゃあ始めるか。これじゃあね、関の内踏切を出発します。まあ橋脚のね、工事が進んでるとはいえ、まだまだね、これからっていう感じですね。じゃあ今度はね、阪田駅行ってみましょう。はい、もう今日はもうこの通りどん曇りですけれど、まあね、とても過ごしやすいですね。涼しくてね、ちょっとね、炎天下ではね、さすがにこの企画やるのはちょっとなと思ったんで、ここ曲がれば阪田駅です。目の前が阪田駅ですね。
じゃあね、次行こうと思います。今ミツカンスの横ね。で、あ、まあそれはいいんだけど、駅中央部の高架がね、結構ね出来上がってましたね。まあ前回やったのがね1年前ですからね、まあ結構ね、あの工事が進んでいた、まあそんな感じがしました。次、荒子踏切。目の前がね、知多半田駅ですね、名鉄の。それじゃあね、最後、なんだっけ、第三半田街道踏切だったかな、え、行って、で、最後ね、締めんとしましょうか、そうしましょうか。ここが第三半田街道踏切ですね。T 字路になってる、T 字路になってて、で、さらに踏切があるので、かなり、あのラッシュ時は混雑しやすいところです。雨降ってきちゃったね。まあというわけでね、今回はまあ1年ちょいぶりなのかな、 JR 武豊線半田駅高架化工事状況をお伝えしました。ちょっと何回目かはね忘れました。で、今武豊線は313系の2両または315系のね4両編成が走ってますけれど、あの武豊線はね、まあ、近い将来全列車がねワンマン列車になることが決まっているようなので、わからないけれど、もしかしたら高架化完成した頃には下手すりゃ313系すらもう武豊線からは撤退しちゃうかもしれないね。つまり315系に統一するっていうこと、わかんないけどね。まあね、そこはちょっとね、あ、まあ鵜呑みにせんといてください。まあでもはっきりしてるのは全列車がワンマン化されるようなので、あの313系のね2両足す2両はまあ間違いなく武豊線からは見られなくなっちゃうっていうことですよね。まあちょっと今後どうなるか、まあ気になるっちゃ気になりますね。まあ今日はねこんなどんぐもりな天気でしたけれど、まあ過ごしやすい天気でした。はい、というわけでね、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。いやー、お疲れ様でした。あー、うまいー。